ウェイン・ファリス、ウェイン・ファリス、ロア・ウェイン・ファリス、1953年1月25日帯は、アメリカ合衆国のプロレスラー。テネシー州メンフィス出身。ジャンプスーツに、リーゼントという、後期エルビス・プレスリーのビジュアルイメージを真似た、ショーマン派のヒール、ホンキートン・クマン、ザ・ホンキートン・クマンとしての活躍でられる。WWE のカラーコメンテーターであるジェリー。 ザ・キング・ローラーとは、いとこの関係にある。1970年代後半、地元のテネシー地区にて、本名のエイン・ファリス名義でデビュー。当時は、長髪のブロンドヘアーで、往年の名ックチームである、リップホークスウェード・ハンセンやレスティーブンスパット・パターソンにあやかり、ラリー・レイ・ザムをパートナーにブロンド・ボンバーズ、ザ・ブロンド・ボマーズを結成。 1979年6月15日、ジェリー・ローラーとビル・ダンディの人気チームを破り、アワ・ナンブタック・王座を獲得した。1980年6月に、レイ・ザムとのコンビで、国際プロレスへの来日が発表されるが実現せず、チームを解散して、プエルトリコの WWC に転戦。プエルトリコでは、ダニー・コンドリー、ダニー・コンドリーと名乗り、10月11日に、 ダッチマンテルと組んで、カルロスコロンホセリベラから、WWC 北米タッグ王座を奪取。12月20日には、チーフ J ストロンボーを破り、カリビアンヘビー級王座を獲得している。翌1981年3月、全日本プロレスの第9回チャンピオンカーニバルにて初来日を果たす。アブドーラザ・ブッチャーや、ブルーザー・ブロディが参加したリーグ戦においては、 キャリア不足もあって、貝の白星配球が明かりに甘んじ、ブロディに秒殺された試合は、語り草ともなったが、元に世界ヘビー級王者、ジャック・ブリスコを相手に30分戦い抜き、時間切れ引き分けに持ち込むなど検討もしている。ブリスコはこの試合の失点が響き、決勝進出を果たせなかった。1982年は、アラバマのサウスイースタンチャンピオンシップレスリングを、 活動拠点に9月11日にオースチンアイドルを破って無意、アラバマヘビー級王座を獲得。12月にはロバート・ギブソンから u s ジュニアヘビー級王座を奪取したが体重制限オーバーのため剥奪されている。同地区ではロンスターやランディローズと共闘しボブ、スコット、ブラッドのアームストロングファミリーと抗争した。1983年より カナダ・カルガリーのスタンピードレスリングに主戦場を移して、地元メンフィスの英雄エルビス・プレスリーの偽物、ホンキートンク・ウェイン、ホンキー・タンク・ウェインに変身。デビット・シュルツとのメンフィス・マフィア、メンフィス・マフィアなどで悪名を売り、ダイナマイト・キット、デイビー・ボーイ・スミス、ブレッド・ハート、レオ・バークラと構想を繰り広げ、カルガリー・ハリケーンズのスーパー・ストロング・マシーンやタカノ、シュンジとも対戦した。 1986年6月20日には、バッドニュースアレンから、フラッグシップタイトルの北米ヘビー級王座を、ダッシュしている。そのユニークなキャラクターとマイクパフォーマンスのスキルを、ビンス・マクマホンに変われ、北米ヘビー級王座体感中の1986年、下期に、WWF と契約。リングネームをホンキートンクマン、ザ・ホンキートンクマンに改め、テネシー時代の名優である。 ジミーハートをマネージャーにヒール人気を高める。1987年6月2日、リッキー・スティム・ボートを破り WWF ・インターコンチネンタルヘビー級王座を獲得。以降、翌1988年8月29日のサマースラムでアルティメット・ウォリアーに秒殺されてタイルを失うまで64週間にわたって同王座を保持し続けた。 この在位記録は未だに破られていない。王者時代は、ジェイク・ロバーツ、ランディ・サベージ、ブルータス・ビーフ・ケーキ、ジム・ドゥガンらをチャレンジャーに迎え、ハルカ・ホーガンや、ブルーノ・サン・マルチの相手に防衛戦を行ったことも、ある。王座陥落後は、ダスティ・ローデスとの交渉を経て、グレック・バレンタインと、リズムブルース、リズムブルーズなる、タッグチームを結成。 ハートファウンデーションやブッシュワッカーズとの対立アングルが組まれるが徐々に番付が下がるようになり、1991年、初頭に WWF を離脱する、インディー団体を転戦後、1994年より WCW に移籍、同じく1950年代を代表するロックンローラーのリトル・リチャードを真似たジョニー・ B ・イバットと構想を展開した。その後、 1997年にビリーガンのマネージャーとして WWF に復帰。自身のギミックに合わせ、ビリーガンをロッカビリー、ロカビリーと改名させ、当時カントリーシンガーのギミックを用いていたジェシー・ジェームズとの交想を指揮する。翌1998年1月18日には、選手としてロイヤル・ランブルに参加した。以降もセミリタイヤ状態ながら、インディー団体に、 単発参戦し、WWF には2001年1月21日のロイヤルランブルにもサプライズゲストとして出場。リング上で自身のテーマミュージッククール、コッキー、バットを歌唱するが、ケインにギターを奪われオーダーされた挙句に、ダメ出しを喰らい、早々と失格になった。一時は自身のホームページ上において契約不履行問題で、 いとこのジェリーローラーをバッシングしていたこともあったが、その後も WWE の興行や番組に、時折登場。2008年10月26日のサイバーサンデーでは、ファン投票により、彼の王座在位記録を塗り替えると豪語していた、サンティーノ・マレラの、インターコンチネンタル王座に挑戦した。2009年4月4日の、w、WE ホールオブ、フェームの式典では、 テネシー時代から WWF を通しての宿敵でもあったここビーウェアの殿堂入りのインダクターを務めている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。